どうもタブヤンです。ウイニングイレブン第2戦やっていきたいと思います。さあ大阪ダービーということでフォーメーションご紹介しております。セレッソ大阪、大久保嘉人のワントップ、森氏森島、そしてボランチに七海ひろしいますね。さあ遠藤やっとさんとの日本代表司令塔対決いきましょう。フットボールファンの皆さんご機嫌いかがでしょうか。さあ飛ばしましょう。そろそろ試合が始まります。さあ行きましょう。さあ今試合が開幕戦はね引き分けだったんですけど、ここは行きましょう。フォーメーションは前回とダービーで負けるわけにはいかない。フェルナンジーニョナイススペース。ちょっと下のレーダー見にくいかな。どうしよう。エンド二川プレス、あーかわされた。森氏森島だ。一人で上がります。ワールドカップにも出た日本代表。マウナウベス、ね、いいね。リスタート、クイックリスタート。あー最悪。オッケー、これは繋がらない。あーオフサイドになってたよね。そこからゼカルロス。さあ大久保、おほなんか大味な試合だな。おお蹴り合いか。大久保ワントップ抑えて、あビンゴ、さあいけ、めっちゃかわすやん。危ない、ナイスキーパー。さあコーナーキックです。ナイスキーパー、ビンピンゴ、ビンゴ、あ、ナナミが、さあこれは狙ってますよ。あ危ない。ナナミもう相当ベテランだと思うんだけどね、この2006年、本当に絶好期でしたね。あ、ちょっとレーダーの色変えますね。素晴らしい、赤にしますね。これでセレッソ赤にしました。これは繋がるか。遠藤からの、おお来た、稲がかわした。フェルナンジーニョ形が悪い。奪います。あクリアされた。シジクでキープ。もう一人入ってそこへ入れてきたんですが、さあ稲が何度でも行く。二川フリー、細かいボールの奪い合い。あーオフサイドか。オフサイドを取られました。もう一回二川でもよかったけどな。遠藤と二川がしっかりね、ボールをくさびになってつないでいく。そしてフェルナンジーニョとマグノアウベスが前に走るみたいな感じですね。右へ下村、マグノアウベス頑張って、ディフェンスしろ。森島、おお。これは突破できない。いいなが一旦後ろへ返します。指示クレイ、右サイドはカジ、橋本、遠藤に預けて家永が走り出す。はい、読まれていました。柳読まれたか。小ケ口、指示クレイ前から、おーっとそこで指示クレイ倒れないで、カジ時間、時間稼げ、時間稼げ、よし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 、時間を稼いで、うまくいかないというケースが多い。ナイス。そこまで持っていく回数は多いということもありますね。誰か一人行け、よし。ここはどうするかでしょうね。マグナウベスと二人で行け、二人で。オッケー来た。おっといいですね。マグナウベス。キープキープ。ああ取られた。危ないところでした。一回下げてマグナウベス。遠藤が。おお。ナイス。まだコースを探しています。おお。前で前で。フェルナンジーン。オッケー。下がったボールはキープキープ。いいのがオフサイドか。オフサイドはない。さあ戻して。ああちょっとマグナウベスは前に行こうとするからな。頭で。ボールキープボールキープ。前節はね浦和と戦ってボールキープできなかったからね。ボールキープして。相手を中盤で封じてきていますか。そうですね。この辺り早くなりましたよね。一回落として。宮本がここまで上がって。二川シュート。家永。
やっと3、あー、ちょっと1回下げる、はい、1回下げる、 OK、 さあ、もう1回チャンス作りたい。あー、なるほど。どこだどこだどこだ、こう来た、双子は打っていません。そうですね、あー、エリア内、今のいいね、エリア内に入るのはいいよ。ディフェンス必死に守ります。これはコーナーキック、フェルナンジーニョ、フェルナンジー狙ってきました。もっと前か、それました。ゴールキーパーの手前ぐらいに蹴った方がいいかな。もったいない、コーナー ね、 チャンスでしたよね。もったいない感じですね。もったいないね。カジ戻ってこい、リターンを受けて、おっと、シジクレイが前に出された。オッケー、ナブス頑張って戻って、オッケー、あー、ダメだ、前行かすな、よーし、縦を切ったぞ、縦を切って、オッケー、いいマークですよ、いいマークですよ。前半も40分も、さあ、イエナが疲れて、前半で疲れるかもしれんけど、フェイントでかわせ、ね、ダメだ、2人にやられた、2人で囲まれた、おお、そのでかいドリブルは無理だぜ、なめられてもらっちゃ困るよ。イエナが走るね、二川ドリブルで、あー、クイックリスタート行こう。守る側からすれば危ない、ね、あー、センタリング上げられない、なかなか守備が硬いね、最後のところの突破できませんでした。ロスタイム、ヘッドでの競り合い、お互いシュートが打てない、いいところ、どうしかわしてますマグノウエス、シュート、あー、いい守りを見せました、遠目からシュート、難しいボールだと思いますけども、フェルナンジーニョ、ボール触ってね、もっと前半終了のホイッスルです。最後のところのアイディアがまだないですね。ないって、まあ私がないんだけど。お互いチャンスになるところもあったんですけど、まだまだですね、ちょっと。流れをつかみさえすれば、チームとしてゴールを見られるでしょうね。シュート4本打ってる。第一戦はね、1本だったからね、前半。ちょっとずつ慣れてきたかな。今後半がスタートしました。キープする場所とか、右へ出した。ね、そういう掴まないとダメだよね、このフォーメーションの。今日は右サイドを務めます。カジとイエナルがやっぱポイントなんだけどね。キープキープ、ボランチに当てて、ボランチいないじゃん。みんな上がってるやん、ボランチ。右に送ります。あ、違う、そこじゃない。先にしましたよ。操作ミス。前から行く、前から行ってダメ。急げー、みんな。お、大久保がワントップ。ロングボールで、あっと、危ない、助かった、大きく外れていきました。クリアミス、ちょっともったいなかったですね。いいシュートでしたよ。左へ出す、エンド、さあ、エンドが現在ゴールランキング3位、これはリーグでの、エンド走ってきた、エンド走ってきた、いいワンタッチです、強い、よし、あー、上げられない、なかなか最後のとこサイドバックにやられてるな。いいですね、もっとキーパーの前に、これはどうか、前すぎた、下手くそか。そうか、あんなになるんだ、ゴールキーパー、ただヘッドでつなぐ、あー、やばい、大久保に落ちた、かわされるなよ、最後最後2人で、これ、あー、打たれた、しかし、それでも大久保打ってくるか、この辺はいいテクニックで持ち込みましたけどもね、もったいなかったですよね。エンド、エンド走るんだよね、ここ。あ、カットされた、ビンゴやるな。ピンゴかビンゴか知らないけど。中盤のプレイヤーです。ゼカルロス。ここでリターン。おお、ちょっと一人一人行こう、一人行こう、もっとは、もっと激しく行こう。ここに山崎。クリアクリア。フェルナンジーノ。ダイレクトで。回りました。ああ、カットされる。自分で行く。早い。始めているようです。山崎哲也やるな。あ、川村、ゼカルロスアウト、ドリブルで上がっていく、橋本、橋本、フェイントで、フェイントでかわした、トー抜けてきた、トー頭、マウナ、アウベス、トラップできるか、になった、バットファール、あ、アウベスのファールか、頭で競り合います、シュートの本数よりも決定的なところでのシュートをね、打ちたいね、おっと、エンド、ディフェンスも頑張る、逃げます、よし、二側に回して、シュート、おお、いいね、前に壁があっても打つ、中央突破だ、
惜しいな。こういう枠内シュートを増やしていく。ゴール正面。どうだ。ここはなんとかクリアです。ああキープされた。指示くれ戻れ。オッケーオッケー。ここはもう飛び込まない飛び込まない。最終ラインは飛び込まない。いいプレッシャー。宮本飛び込んでるやないかい。一瞬遅れました、ね。クリアクリア。ああ危ない危ない危ない。クリアクリア。ちょっと指示くれと宮本の連携ね。センターバック同士の指示くれ。ここからどうする。中に送って。危ないよ山口。オッケーオッケー。さあ絶好の位置です。ナイスナイス。さあダービーを買って初勝利。シークレーだったら勝てる。よしオッケー。クリアクリアもう一回。ナイスクリア。フェルナンジーニョキープする。無理か。ここは合わせられませんでした。ナナミテクニック見せたね今。おーしカジカウンターだこれ。カウンターカウンター。いけいけカジ一人でいけ。よーし来た。もう一回パス。おーマクドアウベス何してんの。カジのナイスパスからここでシュートじゃなくてパス。あーマクドアウベス焦ったか。決定的なカウンターでしたね今。カジが走ってくれて前方へちょっと落ち着かそうとしてるセレッソ。オッケー。あ、なんで打つの。間違ってるよ、操作。もったいなかったですね。もったいない、そうだよね。なぜここに。よし。いいね、カジ大活躍。あとオフサイドの旗が上がっています。オフサイドか。フェルナンジーニョ、ちょっと、あ、ライン上げてきたね。オフサイドの判定。西澤、あ、ナナミアウト。さすがベテラン、ちょっと体力もないか。前に出した。なんか前がかりになってない？まあ、セレッソのフォームですからね。また取り返した。フェルナンジーニ。いいですよ。おーし、オッケー。さあ、フェイントカース。ああ、最後のところのもうドリブルで疲れちゃったね。ああ、これメンバー。あ、マウラウベスアウト。ですね、変わりますね。若手の中山さとし。まあシュート外してますからね。選手によってはそこはゴン中山じゃない中山っていうね。それが原因でしょうね。ああなるほどね。よく走ります。あくそかわされた。軽く出してやばい。フリーになってる。フリーになってる。どうだ。おお、あんなとこから。すごい精度ですね。ビンゴか。ビンゴの個人技にはドフリーだもんね。エリア内で落ち着いて今のは、ね、ここしかないとこ打ってきたな。試合の流れが変わりました。おーマジか。後半残り少ないところでもこの得点支配率では勝ってるけど試合には負けております。そうですね、相手としてはもうとにかく早く前へという気持ちでしょうかね。あー引っかかった。あ、西澤出てきたんだね。あと日本代表。あーセレッソペース。大久保怒ってますよ。36番フリーキックになります。放送席、神谷さん、岩本さん、中山、ロスタイムが3分です。今紹介がありました。3分ある。3分ある。うわー、ディフェンス、大久保のディフェンス。怒ってるもんね、おい。大事な。大久保ワントップ、あのトップ下になってるんだね。カットして。すごいな。いやー、ああ、もう引っかかった。ダメだ。完敗ですね。いやー、厳しい。ビンゴにやられましたね。その名前忘れないぞ、ビンゴ。うわー、ダービーで負けた。なんてことだ。2017年もセレッソ大阪がね、2016年 J2 から上がってきて、ね、ダービー復活という
前半お互いにことですからね。楽しみですけど、見えましたからね。全然楽しくなかったな。ガンバとしては後半で先にゲームをしたいしきれなかったところでやられてしまいましたね。ですよね。それでは試合を振り返ってみます。後半30分過ぎ、マグノアウベス非常にいい形でシュートを打ってきました。そうなんですよ ね、まあ、外れてしまいましたけど、ペナルティーエリア付近から出たラストパスなんかは絶妙でしたよ。あそこがポイントでしょうね。これね、これがそして忘れてはいけません。後半40分、なぜだ、あのピンゴ時間ギリR2ボタンを押しながらシュートとかした方がいいのかな。途中で非常にこう正確なパスで起点を作ってましたから、あの精度が上がるシュートね。練習不足でした。さあ今度は少しデータを振り返ってみますが、ピンゴかなこれ。見ても分かんないね、ピンゴかビンゴか。後半よりもセレッソファン、セレッソ大阪ファン申し訳ない。まあフィニッシュのあたりがちょっとね雑になってしまったということでしょうね。ピンゴに打たれまくったねこれね。本日の試合は1対0ガンバ勝利できませんでした。さあそろそろもっと支配率上げたいね。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。さようなら。